い、どうも、ヒアレスです。どうも、カイノリスです。今日なんですけども、エアジョーダン1ハイオジーの、ユニバーシティブルーなんですけども、またなんかこう、ストック数についての情報出てきてるんですか？出てきましたね。はい。新たなね、情報出てきてるということで、それをお伝えしていきたいなというのと、あと抽選情報もね、ちょっと出てきましたね。そのあたりもちょっとやっていきたいなと思います。はい、その他ですね、ナイキダンクローのマルチカラーについての情報と、はい、その他に、エアジョーダン6のエレクトリックグリーンですね。はい、こちらも情報出てきてるということですね。あとはボルドーですね。エアジョーダン1ハイオージーのボルドーについても。はい、まあ、続報といいますか。はい。はい、あとは、キスと、ニューバランスの RC1300 の情報が出てきているというところですかね。はい、その他はまあ、小ネタといいますか。はい。本当、ちょっとした小ネタなんですけど。あ、そうなんですね。はい。あと少しだけで音楽の話もあるんですけど。はい。はい、このチャンネルではスニーカーやファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録のご済みでない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、早速なんですけども、ね、ウィメンズみたいなんですよね、でもね。え、あ、そうなんですか。あ、そうなんですよ。さっきバラすんですね。はい。バラすと言いますか。はい。まあ僕は履けないということですね。そうなんですよね。はい、はい、ナイキダンクローでマルチカラーと言われるものがですね、はい、以前にもね、リークで、まあこういったものが発売するんじゃないかっていうモック画像をね、はい、やらせてもらってるんですけど、まさかのね、ウィメンズだったみたいで。ショックですね。はい。でね、最近のね、ウィメンズで見られるナイキダンクローって、まあよくヒアリスも言ってるんですけど、はい、アウトソールの部分が半透明になってるじゃないですか。はい、これなってないんですよね、これ、ね。あ、なってないですね。はい。うん、ソックスライナーの部分であったりとか、うん、シューレースであったりとか、うん、アウトソールのカラーっていうのはブラックになっているんですけど、うん、そのね、ブラックにすることによってマルチカラーと言われている他の部分のカラーが、ね、そんなにトゲトゲしくなってないっていうか、ちゃんとね、タイトに引き締まってる感じも見えるんですよね、このブラックを使うことによって。はい、はい、で僕これね、結構ありやなと思ってるのは、そのブラックを使ってる部分が多いんで、うん、僕は普段ブラックのパンツが多いんですけど、うんうん、このマルチカラーの、まあ、いろんなカラーがね、色々使われてるんですけど、淡い色で、はい。このブラックのカラーが少し使われてることによって、まあ、合わしやすいかなってちょっと思うんですけど、そうですね。まあ、ただウィメンズなんで、はい、大きいサイズの展開がね、期待できないと思うんですけど、まあ、こういった形でね、出てきてるんですよね。これ公式写真なんで、それで春頃発売っていう風になってるので、はい、まだ近日中にね、なんていうかね、まあ、詳細の方が分かれば、そうですね。はい、こちらが紹介したいなと思うんですけど、はい。はい、続いてエアジョーダン6のエレクトリックグリーンですね、はい、はい。これやっとね、実物出てきましたね、はいはい、以前から発売日の方はもうリークの方出てきてたんですけど、まあ、ちょっと以前見てもらったモック画像を見てもらいたいんですけど、本当ね、このモック画像の通りといいますか、うん、出てきた実物っていうのがこれになるんですけど、はい、本当そんな感じでしたね。そうですね。以前にもね、エアジョーダン6のオレゴンダックスだったじゃないですか、はいはい、E になるんですけど、うん、そちらのモデルのカラーにね、すごく似たものになるんじゃない、まあ、シューターの変更はあると思うんですけど、はい、そういった話が出てきてたんですけど、本当にその通りになってましたよね。そうですね、色の雰囲気とか感じは似てますよね。そうですよ、ね、はい、でかかとの部分がちゃんとジャンプマンロゴになってるんですけど、はい、以前ねナイキエアって書いてる、ものが出てきてたんですけど、はい、そのモック画像を作った方がかかとナイキエアじゃなくてジャンプマンロゴやでってね、英語で言い返してたコメントがあったっていう話してたんですけど、ね、はい、今回出てきたものはちゃんとジャンプマンロゴになってるんです。なるほど。あ、僕ちょっとこれ狙っていこうなと思う一足なんですけど、はい、まあなんていうんですかね、ブラックですけど、この夏らしいね、このなんていうんですかね、蛍光グリーンっていうのがなんかかっこいいなと思います。差し色でなんか夏にちょっとガンガン履きたいなって思うような、なるほど、そんな一足なんで、僕エアジョーダン6も好きなんで、まあちょっと狙っていこうなと思ってるんですけど、はい、はい、で続きましたね、エアジョーダン1ハイオージーの、ボルドーですね。そうですね、はい、これはね、まだ実物の投稿があったわけじゃなくて、はい、まあいろんなね、予想元に使われてるモック画像っていうのはね、ちょっと存在するんですけど、はい、その中ね、一応発売の方がなんか出てきたみたいな。発売日の方が11月の20日なんですね、はい、で来てましたよね、はい、ああ、11月の20日ということは、はい、11月の26日に、うん、エアジョーダン6のミッドナイトネイビーがブラックフライデー出るかもしれないので、はい、またなんか1週間おきにジョーダンシリーズのリリースが、11月は見られるかなっていう感じがするんですけど、ね、そうですね、まあ、楽しみですね、11月がね、うん、ああ、またこのボルドーに関してはですね、実物の投稿が全く出てきてないので、今出てきているモック画像っていうのが全て全然違うっていうのもあり得るので、はいはい、また実物が出てきたら、ね、はい、こちらご紹介したいと思うんですけど、はい、はい、続きましてですね、はい、キスと、はい、ニューバランス RC1300、ね。そうですね。以前からこういったニューバランスのコラボで、キスとのコラボが出るんじゃないかって話してたんですけど、はい、持ってる方のね、投稿でこんな形でも全体がわかるのが出てきるんですよ、はい。これ見る限りはね、なんか40回ぐらいなんか洗濯かけたようなね、味の出た、なんていうんですかね、小豆色のレザーといいますか、はいはい。かっこいいっすよね、これね。かっこいいですね。はい。つま先の方にね、はい、つま先のサイドの方ですかね、はい、にあるこのワンポイント、ね。あ、刺繍のようなんですかね。あるんですよね。はい、でちゃんとね、このキスの総下でロニーファイグの、うん、ファイグっていうね、の名前が
レタリングされてたりとか、はい、まあ、そういったデザインやってるんですけど、はい、これが、ね、これ発売の時期なんですけど、はい、夏の後半じゃないかっていうふうに出てましたね、はい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 、もう少し先になろうかなと思うんですけど、ちょっとこれかっこいいなと思うんですけどね。そうですね、このニューバランスのね、はい、N のロゴのところがね、肩押しみたいな形で、ね、はい、あ、そうですね、よく見るとキスって書いてるんですよね、これね、はい、はい、まだこの辺情報が分かれば、はい、はいはい。で、続いてなんですけども、はい、あの、エアージョーダン1ハイオージーのユニバーシティブルーですね。これがね、あの、今週3月の6日に発売なんですけども、まあ、あの、我々も、何度かあの、ストック数についてはね、情報が出てくるたびにお伝えはしてるんですけども、はい、また新たな、出てきましたね。情報出てきてるということで、はい。はい、あの、ストック数なんですけど、はい、以前リーグ出てきた時は、はい、マックスで17万足じゃないかっていう話があったんですけど、はい、今回新しく出てきたリークっていうのが、その2つ前に出てきてたストック数のリークと同じで、13万足ってできてるんですよ。はい、で、以前、去年ですね、発売されたエアジョーダンハイオージオンダークモカより、今回のね、ユニバーシティブルーは、ストック数が多いんじゃないかっていう話をしてたんですけど、はい、今回出てきたリークを見ると、ダークウォーカーの方が去年出たものがね、17万足ぐらいだったらしくて、はい、で今回このユニバーシティブルーに関しては13万足って出てるんですけど、はい、4万足ほど少なくて出るんじゃないかっていうのを言ってるんですよね。そうなんですね。はい、はいはい、なんかそのうち、はい、なんかあのスニーカーズの方に回ってくる数も少ないですね。書いてましたよね。はい、はい、こんな形で、ね、出てきてたんですけど、スニーカーズの方でセットされてる数っていうのは、これ多分全世界の話ですよね。そうですね。1万3000足って来てるんですよね。これはちょっとスニーカーズ当てるのはこんなんじゃないかなと、じゃないですか、ね、思いますね。13万足からスニーカーズの分引いたとして、まあ11万足ぐらいがストッカーとしても、うん、それを世界中の小売でね、こう振り分けられてるはずなんですね。で、そのうちのね、1万3000足の、うん、うち1万足がメンズサイズで、はい、で、それ以外の3000足っていうのが、うん、まあ、なんですかね、それ以外に発売する GS であったりとか、になるんじゃないかって言ってましたよね。はいはいはい、少ないですよね、はい。これ日本にどのぐらい入ってくるのかっていうのも気になりますね。気になるところですけどね。はいはい、まあ、今回ちょっと小売での発売っていうのが多いんで、ね、そうですね。まあ、それ以外に結構振り分けられてるのかなっていうふうに。ということはスニーカーズだけで勝負するとちょっと苦しいかもしれないところですよね。はい。で、その中はね、新しく抽選情報というページになるんですけども、はいね、はい、こちらであの抽選の方がね、これもうすでに始まっているんですよ ね。こちらのエントリーの締め切りの方がですね、はい、あの3月5日の23時59分までと。はい、いうことで、まあ、あの、金曜日中に、まあ、申し込みの方をしないといけないかなというところですね。はい。はい、こちらの方はちょっとね、応募の際に、こちらのインスタグラムのアカウントを2つフォローしないといけないみたいなので。ああ、そうですね。あの、概要欄の方にですね、こちらの応募の仕方の方をね、貼っときますので、はい、また見てもらえればと思うんですけど、僕らもこの後申し込むかなと思ってるんです。なんか小ネタがあるんですか？あ、そうですね。もう持ってる方の投稿シリーズといいますか、はいはい、こんな形でね、エアジョーダン6とトラビス・スコットのコラボのブリティッシュカーキあるじゃないですか。はいはいはい、持ってる方の動画こういうふうに出てきてるんですよね。うんうん、あの、この間紹介したのとはまた違うと思うので、うん、そうなんですよ。これ見るからやっぱかっこいいですね。いいですね、色ね。はい。あ、まあ、春頃発売っていうふうに来てるんですけど、全然情報の方がね、来てないんですよね。うん、まあ、4月頃じゃないかっていう話があるんですけど、はい。はい、まあ、こういった投稿が出てきてるので、うん、まあ、発売の方がね、ちょっと今後期待したいなと思うんですけど。まあ、近そうですよね。はい。で、それ以外にですね、以前ですね、ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、エアジョーダン4で、以前発売されたオレオっていうオールブラックのタイプがあるんですけど、はい、それのオールホワイトバージョンでホワイトオレオっていう発売されるという話なんですけど、はい、もう持ってる方の投稿が出てきまして、うんうん、こんな形で持ってるんですよね。はい、いいっすね、これね。いいですね。はあ、まあ、本当にそのオレオのブラックの部分をホワイトのレザーに変えてるだけなんですけど、まあ、履けば履くほど味が出てかっこいい速になるんじゃないかなってちょっと思うんですけど、そうですね、まあ、発売の方の日にちももう来てるんで、はい、まあ、ちょっと楽しみな一足なんですけど、うん、はい、まだこの辺何か情報が出てこれば、はい、今日は音楽情報あるんですか？ ありますね、はい。ちょっと見てみたいんですけど、ジャパニーズブレックファーストっていう、うん、ね、元ね、バンドで、リトルビッグリーグっていうバンドがあったんですけど、アメリカでも。はい、その、バンドでボーカルしてた方の、まあ、ソロプロジェクトなんですけど、はい、その方の新しいアルバムの、まあ、シングルの方がですね、ちょっとドロップされてて、はい、YouTube も上がってるんですけど、以前までやってた音楽っていうのはちょっとローファイの、まあ、ギターを使ってるようなサウンドだったんですけど、そこからだんだんね、エレクトニックサウンドを取り入れていっててっていう風な音楽に変わってきてたんですけど、はい、今回の新しいシングルを聴いた時に、もう完璧エレクトポップになってまして、このシングルはすごく良かったんで、ちょっと聴いてもらいたいなと思いまして、はい、はい、これでご紹介してるんですけど、はい、まだ概要欄の方にね、このシングルのストリーミングの URL だったりとか、はい、YouTube のも貼っときますので、はい、まだ気になったら聴いてもらいたいですね。はい、以上です。はい。まあ、あの、今日ね、ストック数の方をね、あの、エアジョーダン1ハイオージーのユニバーシティブルーズをお伝えしたんですけども、まあ、僕らも欲しい一足なの で、ね、はい、またまたなんか情報出てきそうな気もするので、このあたり、まあ、抽選情報も含めて、情報出てきました、はい、こちらでお伝えしていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。
はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。カイノイズでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust, so.